お願いします。よろしくお願いします。あのセット崩れるけどね。そうですね。うん。タクト、タクト、はいはい、もうちょいでバンドは開いてみな。Everybody say yeah, oh yeah, all right, 骨広げて未来へハイジャンプ。 Everybody say yeah, oh yeah, it's all right, 光の先目指すのは僕らの New World。 La 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 la絶対に目をそらさないで。あちこちで今日も音がする。溢れてるリズムに任せて踊ろうよ。 Everybody say yeah, oh yeah, alright, 羽広げて未来へハイジャンプ。 Everybody say yeah, oh yeah, alright, 光の先目指すのは何は。お願いします。ちょうど見えた。なんか新しい髪型いいっすね、またこれ。え、本当ですか。はあ、なんか普通、もう普通になんかパーマっぽい感じにしましょう。おお、全然、ね、全然好きにしていただいて。くるくるドライヤーも持ってきた。あのそう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 、くるくるドライヤー必須なんです私。めちゃめちゃ顔引き締まってますね。いやいや、そんなこともないのよ。本当ね、そんなこともないのよ。常にこう顔を細く見えるようにこう。いや、相当美肌。美肌、美肌、美肌、気持ちいい。今日はちなみに、はい、何の撮影ですか。今日はあの PV の撮影です。でしょ、行く。なんでみたいな。なんで PV の撮影です。なんかでもね、2023年になってこうやって PV の撮影をさせてもらえるっていうのは非常にありがたいですね。今年はほら音楽をやりたいって、はいはい、なんか本当に見えざる手にこう導かれたかのように。本当は撮影も去年終わってたんですけど、ね、はいはい、ちょっと変えましょうという話になった。なるほど、なるほど、追加で。そう、追加で、うん、楽しみでございます。楽しみですよ。楽しみです。本当にちょっと衣装もね、衣装もなんかそうなんですよ。こういうね、普段着ない、普段着ない、ありやな。でもいや、全然超ありっす。本当に、うん、こうまず縦縞のシャツを着ることもないし、ちょっとこのオーバーサイズね、うん、確かに確かに。これは監督が選んで、監督が、はい、僕でも人にメイクされるのないんですよ。え、そうなの。うん、本当にそうなんだ、うん、めっちゃ光栄です。そう、もう専属に。いやー、ちょっともう、あ、全然ただで行きます。いや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 、本当に本当に人にメイクされることがないから、あの本当に信頼してないと嫌だと思うし、信頼関係、そう。このコラボでしか見れない大野さん、そうかも、頑張ります。東京の番組 の, あのやつとかもメイクさんいいです、うん、自分でやりますっていう。へえ、うん、これから変わっていくんですね、このお顔が。あの阿部寛さんみたいになります。阿部寛さん阿部寛さんかっこいいよな、ずっと言ってるの。ああいう顔に憧れる。結構彫りの深いね、そう感じのね。
まあ、僕も割とこう彫りが深いとは言われるんですけど、言われないですよ。言われたことないですよ。やばい、見て。言われたことない。彫り深いねって言われたことないです。言われたい。言われたい。そう。なるほど。てんちゃんアーティストさんのメイクにも行ったりするの？私なんか、あさって、BS 日テレのなんか番組に、なんか、TI さんが生まれてきて、三宅裕司さん。おっ、こう、三宅裕司。こう、三宅裕司。そんな感じ。三宅裕司。やったことあるんですか？三宅裕司。今ちょっと思いついた。声がなんかそんな感じですよ。こう、三宅裕司。急にやるからなんか遊んでるから向こうの方が楽しそうですあとあれな、ブレイクのこの、そう呼ばれます、多分かっこよくはない、はい、お願いします。お客外します、はい、入れ墨は出ない、あるの視聴者を代表して叫びました。いやいやいや、ちょっと歴代の女の名前が入れ墨にちょっと入ってるやっとちょっと気になる、うん、そういう、うん、ちょっと悪い感じ、歴代の女の写真名前が女性がじゃない、歴代の名前が、女の名前が、女の名前が今年はそれでいくんですか。そうちょっとちょい悪です、ね、ちょい悪の、なるほどなるほど、うん、レオン、レオンの表紙を目指して、なるほど、ね、あ、俺来月沖縄行きますわ。え、誘われてないトレーニング行くんじゃない。いやいや違う、向こうのトレーナーさんとちょっとコンタクト取ったからみたいな、何者みたいな感じ米軍のちょっとトレーナーさんと誰に似てるって？キムタク。うわ。そうやろ。木村さんに。阿部寛さんじゃなくて。阿部寛さんじゃ。木村さんに。木村さんに。木村さんよ。木村拓哉さん。出来上がりました。どうですか。ちょっと変わりましたか。ミュージシャン小野隆史。普段ふざけてるしかいませんから。いや、やっぱなんか全然違う、ね、すごいかっこいい。また見てください。すごいね。今回その僕すごい勉強になったんですよ、見てて、はい、なんかこうコンセプトとかコンセプトあったらどういうことをこう気をつけてやる、コンセプト、もうアカデミーさんのテーマソングということなので、うん、まあ子供たちへのまあなんか応援ソング的な意味合いもあるので、まあ、大野さんのそのシンプルな、 なんか応援する気持ちが伝わったらいいなっていうのと、小野さんをしっかりかっこよく撮りたかったので、それができてたでしょうか。いや、かっこよかったです。本当ですか。はい、もういろいろ勉強になりました、ね、いえいえ、ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございますまた見学させてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。